スリートを通して社会のさまざまな課題を考えていくプログラム。New Sportify。皆さんこんにちは。ニュースポキャッスルひとみです。この番組はさまざまなジャンルのアスリートをゲストにお迎えして、そのアスリートを通して社会のさまざまな課題を解決に向けて3つのワードに沿って考えていくプログラムです。スポーツビジネスの課題、お金の課題、スポーツの技術、テクノロジー、セカンドキャリアの課題、この3つのワードを軸にお送りしていきます。本日はですね、いつも進行してくださってる小沢さんとヒロさんですね、ちょっと今日はおそらく出てこないかなと思います。スイッチ風のインタビューで前回に引き続き浅川沙耶人選手とちょっと2人でね、ちょっとトークをしていこうかなと思っております。ちょっと先に言ってしまったんですけども、今回のゲストアスリートは浅川隼人さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ニュースポの浅川隼人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとね、2人だとね、2人で前ね、ちょっと2人で喋ることがあったんですけど、はい、すごく喋りすぎましたよね。喋りすぎちゃいましたね。今回このそうニュースポティファイが始まるって時に、はい、もう結構もうその小沢さんからお便り指名入ったじゃないですか。はい、いけるみたいな感じで。はいはい。で、私浅川さんと2人でゆっくり喋ったことがなかったんで。確かに確かに。ね、どれぐらいおしゃべりできるのかなとかいうのが結構不安っていうかね、まあ、楽しみやったんですけど、はいはい、もう本当にあっという間に時間が過ぎていった感じで。やっぱニュースポを代表するおしゃべり2人でしたね。そうです、本当に小沢さんが指名するのも分かるわって感じでした。前回はね、浅川さんに私のランニングに関するお話をたくさん聞かせてもらったんですけれども、はいはいはい、今回は私から浅川さんに、まあ、サッカーのこととかサッカーじゃないこととかも中心に浅川さんについてたくさん聞いていきたいなと思っております。はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ではもう早速本題に入っていこうかなと思ってます。今日私がね、はい、個人的に聞きたいことがたくさんありますので、ちょっとね本題に入っていくんですけど、その前に前回もちょっと言った、はいはい、あの熊本城についてちょっと聞きたくて、もともと浅川さん、はいはい、ロアッソ熊本ですよね。そうですそうです。熊本のチームにいたんですよね。はい、そうですそうです。でちなみに熊本城の近くやったんですか、その球場というか本拠地は。一応30分ぐらいその熊本城からだとかかるんですけど、うんうん、でも全然行けない距離ではないですし、うんうん、よく行ってました熊本で。ただ、はい、僕がいた2年間はちょっとそれこそ熊本城マラソンが中止してた期間だったんですよ、うんうん、コロナウイルス。そうですね、うんうん、なんで実際にまあ出ることはなかったんですけど、うんうん、ちょっと前とかは選手がゲストで出たりみたいなのはあったらしいですね。やっぱそうなんですね。はい、なんと羨ましい。いや、そうなんですよ。熊本城はその、うん、僕がちょうど2年目だから去年の頭とかに、ようやくこう中が入れるようになったんですよね、天守閣まで、うんうん、それまではもうずっとその地震があったんで、はい、中にも入れないっていう状況だったんで、うんうん、でも外もやっぱりまだまだこう、まあ、今でもそうですけど、こう地震の跡だったりとかもあるようなお城だったんですけど、こう中まで入れるようになってからもうすごくこう感動したというか、すごいかっこいいですもんね。さっきも浅川さんかっこいいって言ってくれて、私なんか城好きとしてはそのワードめっちゃ嬉しくて、そうかっこいいですよね。いや、そうなんですよ。から最初初めて行ったのが、それこそもう中とかまで全然入れないんで、横に加藤神社っていう神社があるんですけど、うんはいはい、そっからこう見える熊本城の景色みたいなのしか知らなくて、うんうんはい、まあ、そっからでもかっこよかったんですけど、実際こう中入ったりとか、うん、もうほんと近くまで行った時に、うん、なんとかっこいいんだっていうのは。真っ黒ですし ね、 いや、ま、色も黒いし、あとなんといっても扇の勾配ってちょっとねお城用語なんですけど、はい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 、もう黒が官兵衛が大好きなね、扇の勾配ってもうギューンって曲がった石垣を作るんですよ。それが本当に熊本に住んでる皆さんは羨ましいと思いながら、いや誇りですね、熊本の人からしたら。ですよね。ちょっとね、本当この収録の後割とすぐに熊本に行く予定があるので、はいはい、熊本城についてはすごい浅川さんに個人的に聞きたかったので、ちょっと熊本城の話聞けてすごい嬉しいです。なんか中に行って、それこそ
昔どういう風に攻められてきて、うんうん、でもそれこそほとんどもう難攻不落って言われるぐらい守備すごい硬い、はいはい、熊本城なんで、なんか、うん、なんでそうなのかみたいな理由も深く知れたんで、その中で、うん、ビデオみたいなの見て、うん、なるほどなって、いやこれ、うん、自分がもしこう戦とかしてたら、うん、絶対無理だなって思いながら聞いてましたね。絶対たどり着かないですよね、天守閣なんかにね。絶対たどり着かないです。すごい考えられてるなと思いましたね。ちなみに私がお城イベントするときは、はいはい、参加されるランナーの皆さんに、皆さん今日は攻める側ですか守る側ですかって聞くんですけど、みんなポカーンってするんですけど、私はねって言って、お城を攻めるのなんて一緒に何回あると思ってんですかって、みんなにこう熱意の差でポカーンとされながらも聞いて、皆さんがちょっと私の熱意に押されて、じゃあ今日はちょっと攻めようかなとか言いながら一緒にお城を走っていくんですけど、まあ攻めきれないですね、やっぱお城はなかなか。もし当時だったら、それこそ奈良にも高取城っていうお城があるんですけど、はい、あります。そこまだ僕も行けてないんですけど、うん、なんかそれこそチャンバラ合戦みたいなのもイベントでやったりするらしいんですよね。そんなのもやってるんですね、はい、そんなのやってるらしくて、ちょっとコロナの影響でここ数年はやれてないらしいんですけど、うん、そうです、まあ、今年からはちょっとね復活することを期待してですね、楽しみですね、はい、ちょっとロアスと熊本時代の話も今から出てきたらまた私も嬉しいんで、はい、はい、お話ができたらと思います。よろしくお願いします。今日はこんな感じでよろしくお願いします。では、はい、まず一つ目のワードですね、はい、スポーツビジネスについてお話をお伺いしたいんですけれども、はいはい、結構飛鳥さんといえば、結構私も軽くですけど、はいはい、いろんなビジネスに挑戦されてるっていうのあるんですけど、どんな感じのことをやられてるんですか？一応ですね、今スポーツ×食っていうところで、うん、まあ、熊本の時もからなんですけど、はい、アスリート食堂ちゃぶ台っていう、うん、まあ、その、はい、食堂をですね立ち上げてて、はい、で、今奈良に来て、で奈良でもこう立ち上げようとしているっていう感じですね、はい、まあ、そういった食関係と、うんうん、あとは、福祉ですね、うん、今、熊本、うんうん、これも熊本なんですけど、うんうん、一緒にやってるメンバーで、うん、就労支援施設を、うん、まあ、今年から、やり始めるっていうところで、うん、今動いていたりとか、はい、っていうその食と福祉で、あとは、まあ、法人も持ってるんで、今、株式の方なんですけど、うん、そっちは。うん、で、まあ、法人持ってるんで、そこだと、こう、スポーツ選手の、まあ、デュアルキャリアだったりとかも、含めて、うん、まあ、ちょっとこう、キャリアの教育をしていくというか、うん、それとまあ、教育面もそうですし、それを、まあ、可視化していく、うんうん、スパイクを通じて、こう、ファンと、選手をこう、つないでみたいな、ちょっとね、こう、言ったらすごい長くなっちゃうんですけど、はいはい、まあ、そういった、まあ、ファンと一緒に、夢を追っていくような、うん、環境みたいなのを、法人の方では作ってるっていう感じですかね、はい、今のメインでは。もう聞いただけでもそれを兼用しながらプロアスリートとして活躍していくって、はいはいはい、多分私も聞かれることではあるんですけど、はいはい、まあ、いつ寝てんのとか、はいはい、いつ考えてんのって感じだったり、はいはい、まあ、その時間配分、だいたい1日の中で24時間どんな感じで過ごしてるんですか？まあ、今一応ね、こう現役選手なんで、やっぱりサッカー中心にはなるわけなんですよね、はい、うんうん、サッカーのために食事をとったりとか、はい、睡眠をとったりとか、まあ、トレーニングしたりみたいな、はい、まあ、そこは一応一番最初にこう日程を組むようにはしてるんですよね、時間、例えばサッカーじゃあ午前中練習があって、うん、じゃあその後にがじゃあご飯食べるところとか寝る時間はこことか、うん、一応決めてある程度日程を組んでるんですけど、うんうん、でそれ以外は基本その今やってる事業のことについてもやってるっていう感じなんで、だいたい11時ぐらい寝て7時ぐらいに起きるんで、8時間ぐらい寝るっていうのがあって、まあ残りの16時間で、まあサッカーが多分やっても5時間ぐらいだと思うんで、はい、それ以外の時間はもういろいろ考えたりとか、まあいろんな活動したりみたいなので時間を使ってるっていう感じですかね。そうか、なんかその、はい、さっきも言ってたんですけど、やっぱセカンドキャリアの、まあ、最後に出てくるお話になるんですけど、はいはいはい、やっぱそれでプロの現役の方ってやっぱその1日のうちを睡眠とね休養と練習で使い切っちゃうわけじゃないですか。はいはいはい、その中でそのビジネスでしかも1個だけじゃなくて、やっぱ自分のアンテナが広がってるとこのちょっと興味がある分野というか、はいはい、広がっていくのって、だ全部にやっぱその食事に関してはなんとなく
こう体やっぱ怪我しにくいとかのイメージあるんですけど、その福祉とかのところってどういうきっかけでやろうかなっていうなったんですか？そうですね、もともとこれ YSCC っていう3年前ですかね、2年間熊本いて去年まで、その前に、まあ、初めて僕が J リーガーになったチームがこの YSCC で J3 のチームなんですけど、神奈川のチームで、でそこでいろいろと話してる方たちの中で、車椅子の方がいらしたんですよね、でお話をしてた時に、そのスタジアムまで、車椅子でなかなかこう行けない環境であったと、で車椅子の方々って行けるっていうことがわからないとやっぱ一歩踏み出せないというか、そもそも行けないらしいんですよ、なので、そういった例えばスタジアムまで来れるようなこうルートだったりとかをまず一つ示してあげることによって、そういった方々も見に来れるようなスタジアムになるよねみたいな話し合いをしてたんですよね、ってなった時に、なんかちょうどその時ぐらいからその福祉とかに興味持ち始めて、なんか僕自身今夢を追い続けられるような環境を作るっていう、この夢をもう第一でいろんな活動をしてるんですよね。食のことだったりとか福祉だったりとか、他のことだったりとか、でそれが軸とある中で、なんかこれって別にこのスポーツをやってる人たちだけじゃないよねとか、ってなった時にやっぱこう応援する人たちもそうだし、なんなら別に障害を持ってようがなかろうがとか、いや子供だけじゃなくて大人だったりとか、もういろんな人ところに裾野を広げていくためにっていうところも含めて、やっぱそういったこう福祉に興味を持って、だったらなんかこんな課題もあるよねみたいな、さっき の就労支援だとちょっとその車椅子っていうところではないんですけど、例えば精神的な障害だったりとかっていうところで、なんかこう社会に復帰できなかったりするような、まあ大人の方々もいたりするんですよね、うつだったりとか。でそこが一つなんかこう安心できるような空間になって、例えば一緒にスポーツやったりとか、一緒にねこう農業体験やりに行ったりとか、ちょっとその食とスポーツはちょっと絡めたりしてるんですけど、そういうのでなんか居場所作りになって、でそこからじゃあ元気になってまた社会に復帰していく、この下支えを、夢を追えるような下支えをしていくっていう感じで福祉はやってるので、だからなんか全部結局はこうつながってるというか、軸がある中でやってるっていう今の感じですかね。そう、その夢を追い続けられる環境を作るっていうのが、はいはいはい、やっぱ自分にね言い聞かせながらも皆さんにも提供したいっていう気持ちがどんどんビジネスっていうかね、仕事につながっていくって感じですね。ちょっと今いろいろつながってきました。はい、そうなんですよ。なんかこれっていうのも、もともと僕セブンにボランティアでサッカー教室をしに行ったことがあって、でその時にもともとは子どもたちに夢とか希望を与えたい、そのためにサッカー選手になったんですよね、でも向こうでそのゴミ山とかスラム街とか、そういう本当に生活すらままならないような、ゴミ山だったら足切断してしまう子がいたりとか、埋もれて亡くなっちゃう子たちもいるような環境で生活してる子どもたちと話した時に、夢はって聞いてもやっぱ帰ってこないんですよね、その夢が。そうなった時に、あ、なんか夢を与えたいってめっちゃおこがましかったなっていうことに気づいたんですよ。じゃあそういった夢を追えるような環境を作れれば、そういったねこう、夢を持ってもらったりとか、またそういった人たちが出てくると夢を追えるような人、ね、こう場所になったりとか、そういうようなことをどんどんいろんなところで作りたいなっていうところで今の、こう夢になって、でそうしたらじゃあそのために例えば、選手としても食が大事なので食っていうところからちょっとアプローチしてみようかとか、じゃあ福祉っていうところで障害本当有無でなしでこうアプローチしてみようかだったりとか、じゃあ選手が夢を追うためにはどんな課題があるかなみたいな、なんかそんな一つ一つのこう課題だったりとか目指したいところに対してのお客さんをしながら活動してるっていう感じですかね。しかも飛鳥さんの場合本拠地が変わっていくじゃないですか。熊本から奈良、その前神奈川にも言いはったんですよね。はい、はい、そうですそうです。でも結構なんか今のビジネス聞いてたらどこでもできるって言うとあれなんですけど、いろんな、むしろ場所が変わるごとに飛鳥さんの気持ちが伝わればそのいろんな、いろんな日本全国の方がどんどん幸せにというか夢を追いかけ続けれる環境を作ることができるんかなっていうのもあったりとかしてて、で今熊本から奈良に来て、ちょっとなんか奈良ならでは、ダジャレじゃないですよ、奈良さっきなんかそのビジネスの中にアスリーモっていうね、熊本の紅はるかちゃん、熊本の美味しいさつまいもを使った、食のビジネスもあるって言ってたんですけど、奈良ならではで考えてることとかってあるんですか？
そうですね、まあ、それで言うとなんか今 の, その食っていうところで、まあ、大和野菜だったりとかも使えたりだとか、うんまあ、いろんなこう熊奈良でやってる企業さんたちとかとタイアップしてっていうその商品っていうと考えてはいたりするんですけど、まあ、ちょっとこの奈良ならではってなった時にどんなことあるかなみたいな思った時に、まあ、例えばそれやっぱりこの歴史だったりとかがもう本当にすごいわけなんですよね、から例えば今あの法人でやってるところだと、選手が今 J リーグ の J1 から J3 とか地域リーグとか、あと他のラグビーの選手だったりとか、いろんなスポーツ界の選手たちが今30名弱ぐらい集まってる、まあ、こうものがあって、でそこのコミュニティをなんかこう使って、じゃあ例えば、まあ夢守りみたいなお守りを作ろうかとかの話が出ていたりだとか、あとはなんか僕も個人的にいろんなところで活動してる中で、ちょっともう奈良のことを、まあ、選手がもうそれこそより知れるし、来てくれた人たちの知ってもらうためにどうしたらいいのかってなった時に、やっぱりこうなんて言うんですか、人力車とかをなんか選手が案内したら面白くねみたいな、なんかそんなこともね、そうなんですよ。だからなんかサッカー選手 の使った体力だったりとか、またやっぱりこの、まあ、キャスルさんもお話ししてましたけど、やっぱこう、現地にいても現地のこと知らないっていう人たちたくさんいると思うんで、そういった意味では、このスポーツ選手っていう一つの、なんていうんですかね、こう、キャラクター的存在の人たちが、地元のことをもっと発信してくれて、で、それでもっと知ろうってなってきてくれて、で、最終的には、この人たちって選手だったんだ。じゃあちょっと試合見に行こうかな、みたいな。こう先に試合の中でこう見せるっていうよりかは、そういったところで身近な存在になって、この身近なお兄ちゃんみたいな存在になって、こうそういった試合だったりとかに見に来てくれるような形はちょっと作っていきたいなっていうのは今ならでは思ってるっていう感じですかね。そうか、面白いですね、その私はやっぱ関西在住として、奈良もすごい身近というか、その奈良の歴史のこととかもすごい、私も面白いなと思ってるんですけど、やっぱその外からね、浅川さんのようにいろんな日本を転々した中で、奈良を結構ね、関西の中で悪口じゃないんですけど、奈良ってこう何があるって言った時にちょっとやっぱね、そのまあ大仏があるっていうのは、大仏以外何がある、食事何がある、でもちょっとなんか意地悪な質問やったんです、さっき浅川さんやったら何なんやろと思ったけど、やっぱそんな風に見たらやっぱりすごい嬉しい魅力を見つけてくれるんやなっていう、びっくりしたのが、奈良全然何もなくてごめんねって言われたりするんですよ。なんか外から見ると、なんか僕一番初めに奈良で、奈良に来て行ったところが東大寺なんですけど、東大寺とかとんでもなく大きいわけなんですよ、すごいですよね。いや大仏もそうで、もう周りもすごいし、東大寺もなんかで鹿なんてもう普通にいるし、だからなんかそんなのも、そうですそうです、なんか今までのやっぱり地にはなかったことなんで、改めてすごいなと思うんですよね。なんかそれこそキャッスルさんもそういったなんかこう思いでいろいろとビジネスもやられたりっていうところもあると思うんですけど、僕にとってやっぱそのこう当たり前に思っていることをこう気づけることで、それが感謝になって、それがなんかビジネスになっていくのかなみたいな。なんかやっぱこう当たり前の反対って感謝だと思ってるんですけど、だからそういうこう当たり前をまず気づけること、なんかそっからじゃあこういうことをやってみようかとか、じゃあそれをもっと魅力を発信するためにはこんな施策があるんじゃないみたいな、なんかそういうことをなんか僕はいろいろとスポーツビジネスにも取り入れてるっていう感じですかね。そうか、ありがとうございます。ちょっとこれ立て続けに私と浅川さんの番組に結構なんかビジネスのヒント転がってる気がしますね。なんか私が言うのもなんですけど、お互い見つけるん上手やったなっていう感じ、自分で上手っても変ですけど、なんかちょっと、だから本当によく見るというかね、当たり前のことを気づけるとか、そういうところでビジネスになるんやなって、やっぱあとはスポーツビジネスも、多分こう1回目のところでもちょっと僕もお話しさせてもらったと思うんですけど、やっぱこう掛け合わせができるってめちゃくちゃ強いと思うんですよ。それがなんでなのかなって思った時に、やっぱそもそもスポーツってそういうものなんだっていうところを思うんですよね。まあ例えばサッカーで言うと、じゃあ一人でボール蹴れるようになったとしても、じゃあ、味方がいなければとか、そもそも敵がいなければ、まあ試合にならないわけなんですよね。でも、じゃあ試合があったところでスポーツビジネスにはならないとなった時に、お客さんがいてようやく興行が成り立つわけなんですよね。で、そこに対して、じゃあスポンサーさんがいたりとかっていうので、またチームがね、運営できたりみたいな風になっていくんですけど、
要は結局スポーツって全部そうで、なんかこう誰かいないと成り立たないものなんです、工業だったりとかってなった時に、全てにおいてやっぱ掛け合わせられるなみたいな、それこそ城とね、こうランニングみたいなところを掛け合わせることもできるだろうし、まあなんか僕もサッカーと何かみたいなのは全部できると思ってるんですよね。で、まあそういった中でスポーツってやっぱこう発信力があったりとか、うん、まあそういうふうにこういろんな人がつながってるんで、こうコネクトできるような、こう、まあボンドというかね、そういった機能もあるし、っていうと、やっぱスポーツの、このスポーツビジネスっていうところの、もっともっとまだね、こう開発できてない部分というか、そんなところは転がってるだろうなと思うと、ちょっとね、そういった意味でもなんか僕らの話してるところからこうアイディア持ってってもらったりとか、広げていくと、僕はやっぱスポーツがより盛り上がるなぁなんてのは思うんですけどね。本当に おっしゃる通りです。私も聞きながらなんか自分をもっと見つけたいなっていう気持ちになりました。飛鳥さんのそうで、あとさっき言ってたアスリート食堂のチャブ台、ありがとうございます。私インスタグラムをフォローしてて、ぜひね皆さんに見てもらいたいですよね、はい、どんなアスリートの方って食事してるんかなとか、すごい参考にもなると思うんで、子育て世代の方とかね、はい、アスリートを育てたい親御さんとかもよかった、チャブ台、はい、チャブ台2020ですね。ぜひありがとうございます。インスタグラム検索してください。はい。ではそろそろ2つ目のワードに行こうかなと思ってます。New Sportify。今回はここまで。また次回お楽しみに。